はい、こんにちは、こんばんは、ヨレです。今ですね、あのスノーボードの板をですね、あのチューンアップに出しに行こうかなということで、熊谷の方のお店でスノーボードショップがあるんで、そこへ行こうかなと向かっております。その後、激安スーパーのトライアルというところへね、行きたいと思います。で、埼玉県にも何軒かあるんですけど、点在していて、ボードショップから1番目か2番目に近い店の方へね、行こうかなっていうふうにね、考えてます。まずは今、ボードショップの方へ向かっております。ドライブしながら、埼玉県京市の方を抜けて、あとはこの、京町っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとマニアックな、ここ東松山市になるのかな。ちょっと店の方にね、向かって行こうかなというところで、まあ、安全運転で、進んでおります。で、ワイ町、ワイミー町っていうのかな、ワイミー町の方で、ね、経由して、裏の方から熊谷の なんていうかな、外れっていうか、数寄りこっちの方の熊谷だから、ちょっとハズレをかすめながら向かっていこうかななんていうふうにね、思っております。この間もドライブじゃないけど、ドライブ動画みたいな内容を語ったんですけども、今回なんか、まあ、いい絵が撮れればいいかなということで、今日は休日ですね、日曜日ということで、また平日ね、有給休暇、じゃないや、振り替え休日が取れたので、で、有給と連休にはしたんだけど、釣り行こうかなと思って釣り動画を考えたんですが、まあ、あいにくの、今日はね、雨上がりの曇りなんですけど、なんかその平日が雨だということで、ちょっと断念せざる得ないかなと。雨の中でね、釣りやるのが一番釣れるんだけど、人間の方が参っちゃうから、それはやめようかなと。もうちょっとね、なんかね、こう曇りでそのまま行ってくれればいいんだけど、どうやら本当に雨のようで、で、福島行くか山梨行くか迷ったんだけど、どっちも雨なんだよね。しかも雨が降りやすい地域だから、どうかなというところで、とりあえずね、俺も何かしらね、またバーベキューとかですね、そういうのやりたいなと思ってるんですね。で、まあ、彼女の方も一緒にそれをやりたいと言ってるんですが、まあ、向こうも今ちょっとこう部署移動とか引き継ぎがあったり でそちらのね、なんかね、今ね、行った方がね、やめてしまうと定年退職なので、その後の引き継ぎということで、めっちゃ大変らしいんだよね。やっぱほぼワンオペみたいな状態、まあ、個人経営じゃないんだけど、個人市場主義みたいなやり方の会社らしいので、他の人が手伝ってくれないっていう、それ休むとその分机にちょっと乗っかっちゃってるみたいなこともあったりするんで、で、久しぶりになんかこの息子の方が帰ってくるということ で彼女を連れて帰ってくる、いつもなんか彼女を連れて家に泊まりに帰ってくるということなんで、まあ、久しぶりに、ね、顔を見るんで喜んで、いらっしゃるということで、で、俺は土曜日が出勤だったので、また会えずというところで、で、次の土曜日は向こう今度出勤で、こちらが会えないというね、で、また俺が今度土曜日が仕事入っちゃってるんで、そこでまた会えないというダブル会えない状況が今起きていると。で、週末とかね、行きゃいいじゃんっていう方もいると思うんですけど、いや、もう相手もね、疲れてるので、どんなに好きな人間が来ようが、疲れてる時は疲れちゃってるからテンション上がらないのよ。それは若い頃の話であって、年齢がいってからはもうそういうあれじゃないわけですよ。その
あとはそのなんていうかな、もう一回結婚されて子供を持たれてるっていう方は母性というそっちの方の方が強くなっちゃって、どちらかというと恋愛心とかそういうよりはあのもう家庭側に入ってしまうので、なんかね違うらしいんでね、やっぱ考え、これはね実際にそういう方と付き合ってみないとね、あの全然見えてこない、わからない状況で、これ俺はねあのそう相手からもちゃんと話は聞いてて、なんかこのほら別れてからじゃあ もう20年近くには何年か15年ぐらいになるんだけど、その間まあもちろん彼氏はねいたりはするんだけど、その彼氏がねいてる中でもそのガツガツと今日は欲しいとか思わないって言ってたんでね、でだから婚活とかもやってなかったと、だから焦ってないから逆に、まあ、そういう友達の紹介とかで出会いがあるという感じでやっていたんだよね。でだからなんていうのかな、だからその相手パートナーが欲しいとかっていうよりも、もう今まで通りほら親なわけだから、やっぱり母親に変わっちゃってるんで、その状態、まあいたらいいよねぐらいの、パートナーがいたらいいよねぐらいの気持ちでいたらしいんですよ。でそれで今回じゃあ俺と出会った時はじゃあなんで婚活を始めたの、ほら友達の紹介っていうのもなかったし、その翌年、じゃあね一昨年前にはあの彼氏がいたので、まあ、一回途切れて、で自分の仕事もその時は落ち着いてきたと思う。で、あとはほら、ね、息子の方も、お堅い仕事について軌道に乗ってて、ね、じゃあなんか自分の第二の人生で今出会えないから周りになんか婚活してみたらみたいな話になって、何婚活ってみたいなところから入って、婚活パーティーに初めて出席をしてみて、まあなんかおどおどキョロキョロしてる中、まあ、運がいいんだか、で幸か不幸か俺と出会いみたいなことで、まあ意気投合して、だから本当になんていうの、そういう一目惚れとかそういう関係なしに意気投合してっていう、この人面白いなというところからあの始まって、まあ、じゃあこの人と出かけてみようかみたいなところから、そして共有する価値観っていうのが近かったと、まあ、なんか古民家カフェ行ったりとかそういういろんな食べ物屋さんへ行くとかね、で道も知ってるしみたいな、で車も持ってるというところから、なんかそういうので、まあ、総合的にだから共通っていうか価値観があってからあったので、まあいいからで、まあ俺に対してなんか男の人なのにガツガツしてなかったという、だからそのガツガツがやっぱりね言ってましたね。なんかやたらすぐほら手を出そうとか変ななんか下ネタを言うとかっていうのがなかったから、まあ安心できた、信用できたということで、やっぱり信用が一番じゃないですか、人間このね日本って信用の社会なんで、信用社会なんで、だって借金とかだって信用貸しじゃん、信用がなかったら住宅ローンだとかマイカーローンっていうのも組めないわけで、その信用があるからこそ、まあ、お相手から共感を得ることが、ね、多くなる、まあ、チャンスも広がるよということですよね。あと なんていうのかな、細かくうるさくないって言っちゃうということ、こだわりが強いってわけでもないし、本当に普通の人だねなんていう話だったんですよ。まあ、俺は俺自身で自分自身変わってる方の部類なのかなとも思ったんですけど、相手からしたら別に普通だよっていう話で、お世辞とかそういうんではなくて、で逆に俺は変わってるって言われた方が、変わってるっていうのは褒め言葉じゃねえかなというふうに捉えるので、だって人と違うわけで個性が強いわけだから、で個性の強い時ってすごいいいよねっていう俺は思うんで、俺個性がだからない人間なんだったなと、ね、思っちゃったね。まあ平凡な人間ですよ、まあ、だから平凡な生活を望むというか、その別に仕事とか金とかそういうなんか一生懸命儲けようとか、なんか出世しようとかっていうのも特にないかなと。
中。だから俺はそこはあんまり重要視してなくて、そこそこ食っていける金があって、ね、少額ながら貯金が少しできればまあまあいいかなぐらいのね、感覚なんですよ。まあそんなこんなでですね、人間紆余曲折ありましたが、まあ何不自由なく今のところはね、生活はしておるので、まあ、こうやってダラダラと動画をね撮りながら生きてますので、あとでね、あのボードショップもね、20分ぐらいで着くんですが、ちょっと尺の都合でここで終わりにしたいと思います。また買い物行く激安スーパートライアルの動画は次にアップしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあねー。